はい、ではですね、まあ、これから皆さんには今日一日のですね、学習効果を、ね、上げるというところのね、ちょっと簡単なプチセミナーさせていただこうかと。まあ、学習効果というより小ネタに近いですけどね。皆さんこれ見えますか？なんだこれっていうね、はい、ちなみに皆さん、ドクロって字書けます？ドクロ書ける方ね、大体いないっすよね。これね、今日1回覚えたら8割の方が忘れないっていう書き方があるんですよ。まあ、それもあってちょっとこの絵をね、思い浮かべておいてもらうといいですね。でもね、このネタね、残念な点が一つだけ。医療業界とかね、セラピストにしか、特にセラピストにしか通用しない書き方ですので、皆さん覚えるとね、結構楽ですよ。じゃあね、今ちょっと書き方をね。じゃあ、ドクロですので、どっちも骨ですよね。ドクロって2文字。ね。なので、最初に骨書いちゃうんですよ。ね。はい。で、ドクロの毒の字ね。まあ、頭の部分ですよね。実はね、この絵を思い浮かべるといいんですよ。ね。目があって、ね、鼻があって、口があるんですよ。で、何が入ってるって、もう死んじゃってますからね、口から虫出てたりとかするかもしれないんでね、口の中に虫入れちゃうんですね。さあ、もうこれでね、ドクロになるんですよ。さあ、じゃあ、ドクロの色。まあ、もう思い浮かべていただければいいのはね、体ですよね。はい。ね、脊柱あって、ね、鎖骨があって、ね、胸郭があって、ね、骨盤があると、ね、あら不思議。そして大体ね、ドクロになった時残っているのがね、男性先にぽっくりいっちゃいますんで、女性の方が多いのでね、あら、ここに女性を入れると、ね、あら不思議、ドクロという字の完成、ね、はい。皆さん書いちゃダメですよ。帰りにね、思い出してみてください。人、ね、書けるようになってると。まあ、なんでこんな話したかっていうとですね、今全くこうね、書き順とかね、全然ぐちゃぐちゃになったじゃないですか。ですけど覚えられると思うんですよね。でも皆さん、今までこれまで、そうですね、学校の勉強とかね、現場に出てからもね、まあ、現場に出るより新人さんですからね、まあ、今回国家試験受けてね、合格したっていう人もいると思うんですけど、やたらね、こう、なんか努力ばっかりしてたと思うんですね。ですけど、今みたいに書き順が違ってもね、確実に覚える方法があったりとかします。特にこれからね、今までの学校の勉強よりも現場の勉強っていうのはですね、そういう本質を捉えて、ね、勉強していった方がより効率的にものは身につきますし、本質をですね、一回覚えてしまうと他のテクニック、他の場面でも応用が効きますので、それをちょっと伝えたかったですね。まあ、ですのでね、まあ、もし最後にですね、あ、覚えてたってことになればですね、皆さん一つ成功体験を持って帰っていけると思います。それと合わせてですね、本質、ね、順番が違ったとしても本質を捉えていたら必ず成功できる。必ずものが身につくということを覚えておいていただければと思います。はい、ということでですね、始まる前のプチゼミナー、このくらいにしておきたいと思います。ありがとうございました。Thank you.